お疲れ様です。お疲れ様です。そして調子いいです。お疲れ様でした。はい。前回のグランプリの振り返り動画みたいな感じで、お二人にインタビューさせてもらった時にめちゃくちゃバズったんで、そうですね、2匹目の土壌を狙いに行ってるんですけど、今回は調子いいですの環境振り返り。新潟、大阪両方。新潟、大阪両方。はい。まあ、この動画出てる頃には多分、もうそうなってると俺は信じてるんだけど、信じたいんだけど、うん、まあ、佐賀の話に多分尽きると思うんだよね。まあ、そうっすね。ずっちゃけるとさ、グランプリでさ、佐賀が特にオリジナルではさ、うん、あまり勝てなかった。ですね。うん。なんか佐賀って意外と対策すればやれるデッキなのかなって思ってた人も多分結構いると思うんだよ。それに対して新潟と大阪って正直、佐賀がぶっちぎってたと思うんだけど。佐賀一強でしたよ、うん。佐賀の大会といっても過言ではないよね。まあ、なんか、何がそんなに変わったのかなっていうのをおさらいも含めてちょっと教えていただけると。グランプリの頃って団体で佐賀じゃなかった？そうなんだよね、うん、グランプリの頃は長身戦デュームドラゲリオンっていう、うん、まあ、デュームドラゲリオンを出して、まあ、そこから加藤ねって佐賀だったんですけど、シャコガエル出したり、その、うん、まあ、ボルバレイド持ってきたりとか、で、まあ、今この長身戦でまあ結構流行っている佐賀は、団体型って言って、まあ、サイバー系ウォズレクとかサイクルペリアで、ループして、まあ、ラッキーナンバーを唱えて、無限外唱えて勝とうねってできな、デッキになったんですよね。あれ、ループ勝負に5分ぐらいかかるんですよ。めっちゃ長いです、あれ。で、まあ、そこで結構何が変わったかって言われたら、デューム・サガと違って、リソースゲームになったんですよね。うんうんうん、サガと相手するときに。まあ、リソースゲームっていうのは、シンプルにその手札の枚数の勝負のことで、例えば、手札1枚になったら対応できなくて負けるよね、手札大量にあったら、まあ、どの状況でも対応できて勝てるよねっていうゲームなんですけど、うん、シンプルなアドバンテージの取り合いの戦いと。そうですね、本当にシールド戦とかそういうゲームに近いリソースゲームが結構主軸になったんですけど、それをなんか助長したカードみたいなのは具体的にはどういうのがあるんだろう。ペリアかな。ペリアが出たかな。そう、サイクルペリア。ペリアが出たいね、間違いなく、うん、サイクルペリアって1枚で多分もう何ガードも稼ぐカードで、うん、しかもターンをまたぐほどまたどんどんそのアドを稼ぐじゃないですか。出た時にまず1枚絶対使いまして、その後居座るたびに毎ターン毎ターン1枚1問が2倍になる。確かに確かに。で、まあ、そのリソースゲームになって、例えばじゃあ分かりやすく言ったら穴からジャオガってデッキあるじゃないですか、うんうん、あれってメタカードを出すと手札1枚切れるんですよ。だけど佐賀側は基本的にはもう手札が切れないんですよね、うんうん、例えばサイクルペリアを絡めたり、まあ、イザナギテラス絡めたり、なので手札が切れないので、ゲームが長引けば長引くほど佐賀の相手がどんどん手札が減っていくっていう状況になって、結果そのリソースゲームで佐賀側が勝利して、じゃあもう6ターン目7ターン目ぐらいにもう対応できないよね、はい佐賀っつって勝つんですよね。先行3ターンキルがある、アドバンテージゲームのできるミッドレンジデッキってこと。そういうことっすね。ミッドレンジコントロールループですね。なんで、まあ、そのゲームになった時に、うん、おそらく昔からやってるプレイヤーはそういうゲームが得意なんですけど、うんうんうん、最近始めたプレイヤーってそういうゲームに慣れてないのかなと思って。あ、それはでもちょっとなんか初期デュエプレイみたいなゲームなんだよね。なんで結構本当にその佐賀の中でも上手い佐賀が勝ったこの大会なのかなって思います、うんうん、GP の時でもさ、多分水面下ではいたと思うんだよ、ダンダル佐賀って。そうですね、何人かいました、試合とかで。で、実際俺も多分そのタイミングではもうそのデッキの存在を知ってて、うん、実際に CS で回したこともあって、その時俺ループミスで爆死したんだけど、なんでか知らんけど途中でループ止まって、もうデッキ不思議だなと思って難しいっす。そう、うん、なんだけど、まあ、実際その時にはどちらかというと要は小玉使ったドゥーム佐賀の、そうですね、うん、なんかそこから主流になるだけの理由、もう一個なんか補強できそうなものってなんかあるかな。僕、まあ、一つの理由としては、うん、オズレックの指紋かなと思ってるんですよ、うんうんうん、GP 環境ってアグロといえば赤段ガードじゃなかったです、うんうん、だから孫君とかからですね、うんうん、でもこの調子 S 環境ってアグロといえば今アポロなんですよ。では、まあ、オズレックの指紋だと、うん、そのアポロに対して、まあ、アポロは結構コンボデッキなんで言うても、うんうん、その手札1枚、例えば勝ち組入道をまあなくせば、あ、まあ、止まったよねっていうので、まあ、それができるそのダンテル佐賀の方がまあいいのかなってなってた。なんか確かに言われてみると、そもそもその赤単が交代したのもなんかドアノッカ1枚踏むだけで盤面があまりにおじゃんだからみたいなところもあるよね。ドアノッカの登場によってこそ赤単が滅ぼされ、代わりに出てきたアポロには神門で抗ってくるっていうね。やってんな。いやめちゃくちゃ強いです。隙がないんですよね。隙がないね。なるほどね。実際例えば、ちょっとこれ撮ってる段階だと新潟のメタゲームブレイクダウンが出てきて、そうですね、うん、新潟だと佐賀っていうくくり、大きいくくりで見ると一応トップ128の最大ボスなんだよ。
その、ダンタルサガ、ドゥームサガ、あと、ジャオゴンサガ。そうですね。全部くくった。ああ、クロシスの。クロシスの。全部くくったサガとしては一応最大ボスで、まあ、確かに新潟のは、まあ、サガの環境だったって感じで、実際に、まあ、優勝もしてる。で、大阪がちょっと128のボスが出てないんだけど、うん、ベスト8に3人入ってて、準優勝まではいってる。やっぱりこれは圧倒的だったなと思うんだけど、実際調整してて、サガ、何使ったの？僕は、うん、あの、VT 入りの青黒サガ使いました。ジャッキーさんは僕は、VT 入りの青魔道具です。青魔道具青使いました。青魔、だからそれはだから、まあ、サガありきの環境で。そうですね、サガ一強だからこそ使えるデッキですね。他のデッキを使うっていう選択肢はあった？僕は、前日までその VT 入りの青魔道具と悩んでたんですけど、うん、ビクトリーベストが発売されたじゃないですか、うん、あれまでは青魔道具だいぶ強かったんですよ、うん、新潟まではってことだよね。新潟までは、うん、でもそのビクトリーベスト発売されて確か1週間後に赤白侍が CS 優勝して、うん、じゃあ赤白侍と青魔道具回してみようっつって、まあ、ボコボコにされたんですよ。あれ大惨劇で、当然勝てないです。そう私2点か。あいつがエレメント割れるからグラウンドゼロだろうがなんだっけパルテノンです、ね、パルテノンか、うん、あれだろうが全部叩き割るもんね。全部叩き割った後にラフルーラブになっていく殴ってきますからね。呪文止めながら叩き割った後にラフルーラブは知らんからね。本当に、まあ、その影響もありで、まあ、ちょっと立ち位置が良くなくなってきてる、ね、新潟の時よりは悪くなってきてるっていうのは感じてて、例えばあとはティア1って言われるアナカラージャオガとか、うん、あのデッキは侍にも負けるし、うん、なおかつあのもう注目されてる 5000VT もめちゃくちゃ引っかかるし、はいはい、なんかでもアナジャオが 5000VT 入れるみたいな話だった気がするんだけど最初、まあ、そうなんですよ。でも逆にサガに入った VT とかにやられたり、ああまあそうよ、自分が出しやすいってことは相手も出しやすいような、うん、そうですよね、うん、で VT プラス侍の影響で、うんまあ、大きくその交代、うんまあ、本当にまあ反響するんじゃないかなって考えてたんで、まあ、結果的に優勝こそしたけどっていう感じ。そうですね、結構僕、まあ、事前段階っていうか、うん、大会前はもう本当にめちゃくちゃ環境の立ち位置は悪いよねって話になってたよ ね、うん、じゃあなんかさ、サガにさ、対抗するデッキだけさ、とばっちり食らってない？いや、本当にそうなんですよ、混乱で。なんか、侍のせいでさ、うん、全部破壊されてる割に、で侍って確かサガには、サガにはあんまり勝てないです。勝てないですね。侍がめっちゃいい仕事してるんですよね、サガにとって。メタゲームが崩壊してる。本当に。なんか、アドバンスと似てるなと思ったんだよね。はいはいはい、そのなんか、モルディク対サガ対他みたいな、うんはいはい、なんかこうモルネクが佐賀のフリータイベを片っ端から蹴散らす割に佐賀にはあんまり勝てないみたいな。そうですね、あの構図に近いよね。で、まあ青魔道具とアナカラジャオガの話したんですけど、うん、あともう一つ多分アポロが本気を取ったかなと思うんですけど、うんうん、実際新潟だとベスト8の最大ボスではあったね。アポロの有利対面って今まで青魔道具とか、うんうんうん、アナカラジャオガだったんですけど、うんうん、そいつらが侍食っちゃったんですよ。なんで有利対面が多分減っちゃったんですよ。ほうほうほう。アポロにとっての佐賀に対してはどうなの？佐賀対アポロは、若干佐賀有利。マジで、まあ、5.5 割か6割かな。5分金ではあるよね、うんまあ、5分に近いんだけど、まあ、割とそれでも、そのジャオも入ってない話だよね。はい、うん、入ってない話で、まあ、オゼクとかやっぱそれがされますよね。オゼクの指紋プラス、うんまあ、あとはブルースの受け。いやだから正直その佐賀にそこそこ勝てるっていう理由でアポロ選んでる人でも全然いると思うんだけど、そうですね、その実態はさ、あまりでもショッキングだね。まあ佐賀は悪いっすね。まあ本当に一強っす、文字通り、うん、あでも付け加えておくと、うん、上手い佐賀が一強です。あそうですね、これ大事ですね。あの下手なプレイングの佐賀は、うん、でも全体面勝率 4.5 割とかなんで。マジか。あのそこでめちゃくちゃプレイングの技術が上手い佐賀と下手な佐賀って違うんですよ。いやなんかそのこれって坂のダンタル坂のイメージとループが難しいっていうのは、うん、その大体その、まあ、かなりエアプリに近い人でも共通認識としてあると思うんだけど、うん、そこじゃない難しさってなかなかフォーカスされないよね。いや、本当にフォーカスされないですね、うん、多分言っても伝わるか怪しいんですけど、うん、だからそれがさっき言ったサイクルペディアの使い方とか、うん、そういうところになってくる。リソースゲーム、例えば2マナある時にエマジェンシー台風を打つのか、うん、オゼクのシモを打つのか、うん、それとも開けるかを打つのか、うん、もう3択あるんですよ、うんうんで間違いなく最適解はあるんで、うん、その連続が積み重なって、そうだね、そう全問正解すると最強の差がになるよっていう、うん、で間違えるとハンドが1枚とか2枚になって2つ差になるよみたいな感じで。そうだよね。だからそう、これね、俺も使っててたまに思うのは、うん、なんかダンタルサガのメリットってさ、コンボパーツっていうコンボパーツがないことってよく言われるじゃん、うん、そうですね。そのサイクルピディアもオズレックも道中で使えて強いから、だからこのデッキはすごく強いんだって言われたけど、逆にさ、いつこのカードを使っていくか分かんないんだよね。ですよね。そだから、うまい差がと下手な差がで
その差があるって言ったじゃないですか、多分ほとんどのプレイヤーは下手なサガとしか練習できないんですよ、環境的に。あ、うんうん、サガと戦って、あ、結構勝てるじゃんってなりましたみたいな、うんうん、でもそれは下手なサガに勝てるものであって、調子エースの例えば6回戦7回戦で当たる上手いサガに当たったらもう普通に負けちゃったみたいなことが多分頻繁に起きるんで、そこのちょっと認識の差はあるのかなって思います、ね。なんかそれはね、あのテレスコジャオーンが出てきた時にちょっと感じたんだよね、はい、如実に、はい、あれってさ、サガを食うためのアンチデッキみたいな出来方してるのにさ、本当になんかそれこそツバイランサーとかついてるさ、うん、でもレオポルティでこういったら勝ち越すよとか言い始めてさえみたいな人によってですね、そうそうそう、勝てるかどうかは勝つんだお前らみたいな、うん、実際調子いいっすよ、予選あってる人ってみんな名の知れたプレイヤーとかサガとか、そう、うん、それはね大阪でジャッジしてて思ったんだけど、俺その時一番宅付近が担当だったんだよ、はいはい、だから要はどんどん強いやつらが上がってくるんだけど、うん、なんかだんだん知ってる顔ばっかやってきてさそうですね、ドットさんおるな、ツバイさんおるな、ユーキングおるなみたいな新潟も結構そうだね、新潟もそうだった、めっちゃね、うん、上の方に固まってたよ。俺4回戦ぐらいでさ、うん、5回戦だったか5回戦ぐらいで 4-0 タックいたんですよ、うん、俺座ってて隣にスメラギさん、うんうん、奥にドットさんみたいなあ、もう横並びで3人チームできちゃったねみたいな言いながらやってたんで、うん、本当に多分佐賀は、まあ、力量が出るね本当に、うん、デッキの強さだけで言うとさ、もしかしたら佐賀よりトータルで強かったデッキってさ歴代であったかもしれないんだけどさ、うん、なんか練り込まれ度具合と、うん、なんか進化し続ける具合で言ったらさ、佐賀歴代1位な気がするんだよ。いや、結構俺はダントツかなと思ってますね、うん、1位に遊べますね、本当、うん、もう多分どの環境でも生きれるように多分調整できますよねそうあれはなんか根本的にデュエルマスターズと下地してたよね。いや、本当になんかツインパクトっていうカードが増えるだけで強化だったし、そうですね、うん、毎段毎段強化されて、そうそうそう、今年ツインパクトの方が良くなかったな確かに。じゃあ最後に佐賀環境をなんか締めくくる、なんか佐賀環境どうでした、はい、まあ、この最終盤になって、うん、僕は、まあ、その競技プレイヤーの感想ではあるんですけど、うん、結構プレイングが出てなかなか面白い環境だったかなと思います、うん、まあ、そんな、まあ、まあゴミゲーとかそんな感じじゃないです、まあ、そう、だから一定数戦算とかで決まるゲームありつつも、まあ、やり込みに応えてくれる、そう、うん、差がない時にどうプレイングしたら勝てるのかとか、うん、そういうところでやっぱり細かいテクニックがどんどん出てくるデッキだったんで、うん、まあ、サガ相手しても、サガ使っても、まあ、両方面白かったなとはまあ結構言えますね。ジャッキーさんはどう？そうですね、なんか努力したら勝てる環境ですよね、本当に。ひたすらみんな練習して練習してみたいな、うん、じゃあなんか、うん、ある意味この現代デュエルマスターズの申し子みたいなデッキだったかもね。そうですね、このなんだろう、CS っていうものがこんだけ頻繁に開催されるのって、うん、そこにこう一番レンドが求められるデッキが、まあ、時代に応えて出てきたっていう感じはするよね、うん、ある意味なんかいいデッキだなと思いました。そうなんだよね、そうなんだよねまあでもね、多分もう俺は信じてるよさすがにもうお腹いっぱいで逆張りしないですか。いやいや、無理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 俺もさすがに逆張りできんだ無理だろ、それは無理よ。本当はしたいですけど無理ですね、うん、多分この動画が出る頃には電動発表も出て坂もバイバイしてると思うけど、まあ終わってみればね、もしかしたら何年後かの前にゲートボールでね、あ、そうですよ、佐賀環境でやってるかもしれないから、ね、あの頃はこうでみたいな、こうで、そうですね、で人間のどんどん過ぎれば暑さを忘れるんじゃないけど、意外とね持っとくとね面白いかもしれないねって感じでした。というわけで、今日の動画はね、このアーチーチャンネルのお二人をお迎えして、まあ、超CS環境、そして、まあ、半年にも及ぶ佐賀環境の話を聞かせてもらいました。面白いと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。前回のグランプリ編の動画もねかなり見応えあるんで、そっちもよかったらぜひお願いします。以上、アドバンテージ DM10 でした。バイバイ、バイバイ。ではでは、コメント欄に佐賀環境への思い出もお願いしますチャンネル登録もよろしく。アーチーチャンネルのチャンネル登録もお願いします。概要欄にリンク貼ってあります。バイバイやめてください、俺ボコられてるんですからこの後に及んで佐賀対青もまだ練ってるアホほどおもろいですこれ